シャムロック・ローバーズ・フットボール・クラブは、アイルランド・タラーに本拠を置く、サッカー・クラブ。1901年、シャムロック・アベニューの街角で開催された2回目の会議で、クラブ名が決定され、シャムロック・ローバーズが創設された。クラブはすぐにレンスター・サッカー協会に登録し、最初の2年間を親善試合で過ごした後、1904から05シーズンは、ダブリン・県リーグで優勝した。 同年、ダリー・マウント・パークで開催された、レンスター・ジュニア・カップ決勝で弾道区を2から1で、破って優勝した。1905年にレンスター・ジュニアリーグへ加盟し、1905から06シーズンには、リーグ戦とカップ戦の2冠を達成した。1906から07シーズンに、レンスター・シニアリーグへ加盟したが、条件だったグラウンドの確保に失敗し、サッカーから撤退した。 1914年に、ローバーズは復活し、レンスタージュニアリーグに加盟した。1914から15シーズンは、リーグ戦と IFA ジュニアカップで優勝した。クラブは再び、シニアリーグ参戦を計画したが、第一次世界大戦の影響もあり、次のシーズンは、どのリーグにもチームを送り込めなかった。しかし、クラブは解散せず、1920年に、 レンスタージュニアリーグに加盟した。1921年、アイルランドが南北に分割されたことにより、ベルファストに支配されていた IFA のメンバーだった南部のクラブは、分離を決意し、ファイを設立した。その結果、レンスターシニアリーグのクラブ数に空きが出たため、ローバーズの加盟が決まった。クラブは過去の過ちから学び、すぐにダブリン郊外のグラウンドを確保した。 1921から22シーズンは、リーグ優勝を果たしただけではなく、ファイカップ決勝に進出したが、リーグオブ、アイルランド優勝のセントジェームズゲートに敗れた。1922から23シーズンにリーグオブ、アイルランドへ加盟し、初優勝を果たした。1949年、パディコードが選手権人監督に就任した。1953から54シーズンのリーグオブ、 アイルランド優勝を皮切りに、1954年から1959年までに、リーグ優勝3回、ファイカップ優勝2回を果たし、クラブの黄金時代を築いた。UEFA チャンピオンズカップ1957から58では、ミュンヘンの悲劇前のマンチェスターユナイテッドと対戦した。1960年代は、クラブの歴史で最も好調な時期の一つで、 ファイカップ6連覇を達成したが、リーグ優勝は1回のみだった。1978年、モトリーズユナイテッドのジョニー・ジャイルズが選手兼任監督に就任し、クラブのプロフェッショナル化を目指したが、ファイカップとタイラーカップ、レンスターシニアカップを各1回獲得しただけに終わり、実験は失敗した。1984年から1987年までに、 リーグ4連覇を達成した。しかし、1987年のグレンマルアーパークの売却、解体を機に、クラブは衰退した。20年間決まったホームスタジアムを持たず、この期間に獲得したタイトルは1994年のリーグ優勝のみだった。2009年にタランスタジアムがホームスタジアムに決定し、2010年27シーズンぶりのリーグ優勝を果たした。 出展1975年9月に訪日し、日本代表と3試合を行った。ありがとうございます。